皆さん、こんばんは。ただいまから、会見の96条改悪反対連絡会議が、主催します。コロナ禍の雇用破壊、生活破壊を許すな、10.28、労働者集会を開催いたします。私は、本日の進行を担当します。96条改悪反対連絡会議事務局の土松勝則と申します。どうぞよろしくお願いします。これから行います集会 の, プログラムを、簡単に説明させていただきます。お手元に配布物、この青色 の, 表紙が、あるところにプログラムを書いてありますけれども、まずはじめに、主催者挨拶として、会見の96条改悪反対連絡会議の、二瓶久勝共同代表から、挨拶をいただきます。で続きまして、今日のメイン の, 講演であります、コロナ禍の雇用破壊、生活破壊を許すなというテーマで、元鉄拳公団訴訟の主任弁護士を務められました加藤慎介弁護士に90分報告をいただきます。その後、講師の加藤さんとの質疑応答を行うのですけれども、その冒頭にですね、今日東京清掃労組の中里委員長がおいでです。それで、この間コロナ禍の中で、どのような取り組みをされているのかということで、現場からの報告をしていただいた後、皆さんから の, 加藤弁護士に対する質疑応答を、行って、最後は、団結頑張ろう、これは、国労高崎地方の、倉林書記長、今日お見えですって、倉林書記長に団結頑張ろうをしていただいて、全体で9時前には終わるという予定でいます。いつもですと講演が1時間程度で終わって、8時半ぐらいに終わってたんですけれども、今日このレジュメを見ますと相当に14世紀 の, ペストの流行の時から始まって今日まで、それで、その歴史の縦軸と、それから、現在の、政治、経済、文化、あるいは軍事、そういった状況がどうなっているのかっていうところまで、縦軸と横軸の広い話を加藤弁護士が報告してくださいますので、90分、予定取っております。どうぞ最後まで、ご参加いただきますようによろしくお願いいたします。それと、合わせてですね、この間私たちが取り組んでまいりました、PCR の検査を、要求、日本政府に要求する署名ですけれども、多くの労働組合、それから市民団体、個人の方々にご協力いただきました。で、第1次集約分を5273筆分、立憲民主党の副代表の佐々木孝弘衆議院議員に提出をして、その後、
3時にわたって集約をしまして、総数が6803筆に上りました。この場を借りまして、ご協力いただきました労働組合の皆さん、市民団体の皆さん、本当にありがとうございました。お礼申し上げます。はい、それでは初めに、主催者挨拶として、二瓶久勝共同代表が、挨拶をいたします。二瓶さん、よろしくお願いします。これでいいですよね。二瓶です。一言ご挨拶申し上げたいと思います。先日テレビを見てましたら、あんまり最近テレビを見ないんですけれど、竹中平蔵さんが出てまして、YouTube で見たんですけれど、ベーシックインカムってやつ、先生の方も出てくるかもしれないんですけれど、まあ、要するに国民一人一人に7万円支給すると。その代わり、将来だと思いますが、生活保護、年金、制度をなくすというような、まあ、平ったけどそういう内容なんですよ。だから社会保障制度を全部解体するという内容でした。そしてその人が、菅内閣の成長戦略会議に入っているんです。それに類した人が全部成長戦略会議に入っているんです。だから、そんなことなかなかできっこないだろうというふうに普通思いますよね。しかしちょっと考えてみれば、2001年の小泉内閣の時、非正規労働者がどのくらいいたか、20% いなかった。それからずっと来て、現在は 40% 以上でしょ。だから 20% も増えたんです。してここ20年は皆さんもご案内したように、実質賃金が上がってないですよね。ずっと同じです。そういうことから考えれば、こういうことをね、菅政権は考えているということはね、それはそういうふうに思って間違いないんじゃないですか。だから我々その時2001年とか2000年とか思いましたか、非正規がこんなに増えるとは思ってなかったでしょう。だからあと将来的に、まあ、すぐにはならないとは思いますが、将来的にそういう狙いが今の菅政権にはあるということをきちっと見なければいけないというふうに考えています。あとは皆さんご案内のように、安倍前総理が辞任したのは、今の菅内閣の誕生もそうですけれど、あれは安倍自身、安倍の側近と、ね、官邸と、ちょっとクーデターですよね、安倍自身の、一言で言うと。で、辞めたら支持率上がったでしょ。そして安倍さん、元気にやってるんじゃないですか、今。ゴルフにも行ってる。何にも言ってるんじゃないですか。だから普通一国の総理が辞めるときは、石段が記者会見するんですよ。死にそうだもうっていうときは、それも何にもなしで、それも5、6台オーバーに慶応技術大学の病院に行ったでしょ。あの時から仕組まれたんじゃないですか。いや、そういうとそんなうまくできることないって言って、うまくできたじゃないですか。これで今菅政権は森友問題、影問題、桜を見るか、これ絶対言わないですよ、いくら追及しても。そういうことをきちっとやっぱり政治の側面にあるというふうに思います。まあ私は中曽根さんの葬儀、あれでも税金からですね1億でしょ。そしてあとは今の学術会議の入名問題。だから菅政権の正体は、政権に逆らうものは容赦しないってことですよ。で、警察権にも握ってるわけだから、情報もいっぱい入るから、そういう内閣であるということをきちっと我々は
見なくちゃいけないというふうに、まあ、思います。まあ皆さんも知っているように今報道がですね、特に新型コロナ菅政権になってから、これはあの私が感じているんですけれど、報道が全部政権寄りじゃないですか。今まで一日何人感染して重篤者法で亡くなった人何人だと報告したところがね、いっぱいあったんですよ。それは報道機関としては、それがね今ないじゃないですか。報道しているところが全部政権寄りになったんですよ。特に新型コロナウイルスは今ね、就職終わるということは見通せないでしょ。北海道だってランク上げたし、東京だって200人前後ね感染してるんじゃないですか。して亡くなる人がね、いつも10人前後ですよ。もう1700とか1800いくんですよ。そういう事態をね、それで GoTo キャンペーンであっち行けこっち行けって金を援助するよというふうに使ってんだから、やっぱり我々のうちよりも経済が大事だってことなんですよ。そういうことをきちっとやっぱり我々は見なくちゃいけないというふうに考えています。今この世の時代の中で我々がやる緊急にやるべきことは、一つは先ほどマスも言いましたように社会的に PCR 検査をね受ける場所を作るってことですよ。働く人もですね、そういうことをやらないとなかなか安心して働けないということがあるんですよ。二つ目は医療制度の充実ですよ。安倍政権の時保健所も 20% も 30% も削って、病院も整理して、そのためにこうなったんじゃないですか。そこに人数と財源を投入するということをしないと、よりコロナウイルスがね進行します。それやっぱり私ももう75ですから、そのやっぱり70歳以上の人もかかったらね、もうパーセンテージが上がるわけですよそういうことから考えればね、その一人の命をね、今の安倍菅政権はどうとも思ってないってことですよ。コロナでね、もうかかるのはほっておいて、死者もほっておいて、亡くなる人もほっておいてね、経済を回すと。経済を回すんだ、大企業しか回ってないんじゃないですか。GoTo キャンペーンでも、大手の旅行者はいいけどね、中小の旅行者はどうですか。潰れるんじゃないですか、このまま行くと。だからそこを、やはり考えなくちゃいけないというふうに考えます。あとは最後は、今この次第加藤先生からまた話してもらいますけれど、雇用破壊、生活破壊が極めて進行してますよね。もう解雇雇い止めが7万人が、実際は統計上ね、これの5倍とか10倍いってるって言うんですよ。で、非正規労働者は去年と比べればね、130万人以上ね少ないって。そういう失業者も200万人でしょ。そういうことから考えれば300万だか400万はね、今やっぱり失業者なんじゃないですか。で、これ暮れにその中小企業の援助も何の援助も止められたらね、今年の12月とそれからどうするんですか、その人たちは。今日まあ稲野さんの演説見てたら最初だけいいこと言ったんですけれど、その社会的弱者、シングルマザーはね、3回の食事を1回にしてると、財布には何千円しか ないということがね、まあ、立憲民主党に届いてるそうなんですよ。本当にそれはね、そういう実態だと思います。だから GoTo キャンペーンにも、なんか GoTo キャンペーンにそういう人が行けますか。旅行に行って、あるいはあの食事をして、食事する金ないんだから、そういう実態になってるということをきちっとやっぱり受け止めなくちゃいけないと思うんです。まあ我々は凱旋したりなんかしてますよ、してますけれど、そういう人たちがね、こういうところにも来れないし凱旋にも来れないんですよ。そういう人たちに我々は今目をやらないとね、
いけないんじゃなかろうかというふうに考えております。まあ本当はそういうことをね、まあ今日清算の委員長に来てもらいましたけれど、労働組合がねやっぱりそういう実態の中で中心にならなくちゃいけないんですよ。まあ一部の組合とかユニオンはやってますよ。しかしそれはそういう潮流になってないんじゃないですか、何も。まあ先ほど言い忘れましたけど、非正規のやつで裁判勝ちましたよね、手当の問題については。退職金とその一時給は負けましたけどね。ただ手当問題があれですぐ上がると考えたら大間違いですよ。高中平蔵言ってるのは、非正規にと一緒にしないじゃねえか、正規を全部削れということを言ってるわけですよ。だからね、裁判取ったけれど、じゃあ一緒にすればいい、同一労働賃金だから一緒にすればいいんじゃなかろうかと思うと、じゃあ非正規に全部合わせる、正規を全部で、行政なんか見ますとね、非正規と正規は半々ですよ。18万と19万ですよ。だそういうところをね考えてるんですよ今彼らは。だら裁判に勝ったとしても労働組合が守んなくちゃね、その権利も失うんです。そういう意味ではやっぱり労働組合はそういうところをきちっと見て、今確かに労働組合がね集まって集会やるとこなんかコロナだからできませんよね。しかし今後そういうところをきちっと見ながら労働組合を強化していって、あるいは地域闘争のユニオンと一緒になって戦うという体制が取らないと、このままでいくとね、日本は本当に大変な時代になると思いますよ。雇用は保障されない。非正規の人だってね、全日空見てみなさい、ほぼ賃上げはなし、一時金は削る、そういう時代じゃないですか。まあ、これは私の時言っていいのか、私が前勤めてたオリジンで、まあ、電気取ったからオリジンっていう会社も希望退職第一次募集したんですよ。1回5名しかなくて、第二次募集して人数を制限してないんですよ。なんで人数制限しないのって言ったら、いやどうせ出ないから、どうせ出ないからって普通より1000万円高いんだから、1500万もらったら2500万もらえるんだから、そういうところできちっとね、そういうとこいっぱいありますよ、希望退職募集してるとこ。戦わないと、まあ私は元いたもう12年経ちますからね、卒業してからなかなかその私の言うことも聞いてくれないとこもありますからまあそういうところをきちっとやっぱり見ながらね、最低労働組合としては戦う姿勢を取る、地域的にはきちっとやってるところがあったら支援するということを今やるべきじゃないですか。なんでいろいろ憲法の問題あります、そういうことやらなくちゃいけないんです。菅政権打倒しなくちゃいけないんです。それはしかし今我々は見るところはそこなんです。そこをきちっと見ながら今後我々はそこを中心にしながら活動を続けていきたいということを訴えて、私の挨拶を申し上げております。はい、二栄共同代表の挨拶でした。そこに横断幕を掲げております。これは今年の8月まで、私たちが、新宿の西口などで横断幕を広げて PCR 署名 の要求をする活動に利用していました。まさに今二栄さんが話をされたのは、まあ、安倍政権ですけど、菅ですね、菅政権は私たちの命と安全を守らない、労働者と社会的弱者は総団結して戦おうと、この取り組みが必要とされていると思います。それでは、これから、加藤慎介、弁護士によります、コロナ禍の雇用破壊、生活破壊を許すなの講演に移ります。加藤さんどうぞよろしくお願いいたします。拍手をお願いいたします。
で、まあ、与えられた課題はここにあるように、コロナ禍の雇用破壊と生活破壊にを許すなというそういうことなんですが、レジュメの要するに題目は若干違います。に向する視点になっています。で、まあ、こういったこういうふうに変えた理由はありまして、実はコロナについての要するに矛盾は今の時点で捉えるということは僕はできないと思ってます。でその理由は、まあ、第一のところでお話ししますが、でその上で、まあ、そもそもパンデミックというのはどんなもんだったんだろうね。そして要するに2ページにある第3、これから要するに何が起ころうとしているのか、それを要するにその、まあ、見てみよう。でそしてあれ、それがまたどういう国際環境の下で起きてきているのかが、まあ、3ページの、これは3ページの第4で始まって、そして、まあ、第5で、まあ、私たちは何を要するに戦っていけばよいのかという、まあ、そこのところを要するにお話をしようかと思っています。でまず確認しておかなきゃいかんことは、まあ、今要するにこれは生活破壊に対して許すなというふうに言ったところで、我々は言っておきますけど、今パンデミックの要するにトンネルに入ったばっかりのところです。終わったように思われては困ります。要するに現にヨーロッパで、要するにイタリアもフランスも、フランスあたり今1日5万人ぐらい要するに感染者出てますし、イタリアでも大体1日2万5000から3万ぐらいの人が要するに感染が始まってます。で、日本でも収束したはずの要するに北海道あたりでまた増えてきてます。起こってきてること分かります？寒くなって要するにこれは風とともに要するに基本的に去りぬではなくて風とともに来たりぬというそういう状態になってきつつある。アメリカで増えてるというのはそういうことですね。でこの要するにコロナが厄介なところは、暑い最中でさえ消えなかった、消えなかったやつが寒くてまさに風とともに要するに来たりて、でそして要するに大流行しかねない状態にある。私たちは新聞とかそういう要するに中で言ってますから、なんとなく新聞の要するにあの記事が小さく小さくなったと思いません？あれ、いっぱい要するに増えてるというふうに言うのに、これはなんであんなに要するに小さくなっていくんだろうというこういうその疑問があるかないかということです。でなんか菅内閣になったら、いやオリンピックを基本的には安全を保ちながらやりましょうとかなんとか言い出してますけど、バカな話ですよね。オリンピック日本だけでやるんじゃないんですもん。世界の要するにアスリートをこれは呼び寄せてやるんですもん。これはヨーロッパやアメリカでえらいまた大流行が始まってる時に、どうやって彼らが来て要するにそのオリンピックやパラリンピックやるんですか。なんという要するに浅はかなことを言う連中かというそういうことになります。まあそこで数字を確認しておきましたけども、世界での感染者数は約4300万、死者が約120万人で、日本の要するに感染者数が要するにこれは10万人約、もうあと1日2日すると10万人になるはずですけども、で、そして、死亡者数が約2000人に達しようとしているというのは実際です。で実は、まあ、日本の要するに支配層は基本的に鷹をくくったこれは形跡があります。連中が考えていることは分かります。なんだ死亡率たった 2% じゃねえか、 98% は死なねえんだもん、しかも死ぬ連中はジジイババアばっかりだもん。若い連中死ななければ、ジジイババアが死んでくれれば社会保障費用は要するに基本的にねぐれますもん。
それは若い連中が死ぬのは深刻ですよ。次の世代を要するに担う人たちが死ぬ。だけども連中から見れば、あるいは資本主義を基本的に支えている功利主義、要するに利益と損失、どっちが要するに大きいかという、こういうものだけで決めていくという、こういう要するに考え方を取ると、死亡率が 2% で 98% が生き残り、しかも要するにこれは死ぬ人たちが要するに高齢者で、もともと持病を持ってる人で医療費もかかるんであれば、もういいや、死んでもらってもいいや、それぐらいであれば経済が動かないという方が深刻だ。だからあとは医療機関で要するに重篤な人たちが要するに治療を受けられなかったということになれば、これは不満があるだろうから、要するに少なくとも重篤者だけに対しては何とかできる体制を作ってやりたい、あるいは作っておこうという、こういう考え方です。まあ要するに、もともと要するに資本主義というのはそういう、これは功利、要するに少なくとも利益が大きいか損失が大きいか、そういうことで考えますから、数字で考えますから、言いたいことは人としての、要するにそこで具体的な人が死んでいくではなくて、数字ですから、所詮そこから見るとそういう割り切り方をしたということは、あの新聞記事の日本でのこれはコロナの扱いからはそういうものが見えてくる。さすがに要するにトランプさんや、これはブラジルの要するに大統領のように露骨には言いませんけども、明らかに要するにやってることはそういうことに他なりません。で、そして彼らが要するに基本的に考えてるのは、あ、失敗した、あの非常事態宣言は学者に要するに煽られてついやってしまった。で、彼らはやはり資本主義の要するにこれは維持する側ですから、資本主義の恐ろしさというのは知ってます。資本主義の恐ろしさというのは何かということになると、これはそこに書いてあるように、商品経済が全ての社会を飲み込んでるということです。僕は要するに弁護士をやりながら、司法試験の要するに受験予備校で基本的に憲法とかそういうものも教えてたことあるんですが、そこで言って、要するにその受験生に君らは要するにそのろくでもないことを要するに考えるなよという、その憲法の世界では精神的自由の優越性、経済的自由より精神的自由の方が要するにこれは優越するんだ、大事なんだという、そういうことばかりを教えて、バカの一つ覚えみたいに二重の基準というのがありまして、精神的自由の規制はえらい厳格にやらなきゃいかんのですよということばっかり言います。だから僕はそういうやつに対して、じゃあ君はどうして要するにそんなに司法試験に要するにこだわって肯定するの、自分が要するにこれは法律家になりたいからやってるんではないの、それは経済的自由よ、えらい低劣な要するに自由を君は要するに保障してくれというふうに言ってるのねという皮肉を要するにかますという、そういうことをやってました。で、まあ憲法22条に実はこれは職業選択の自由、あるいは居住移転の自由というのがあって、で、こういう経済的自由は、精神的自由に対して劣後するとこんなことを議論やるんですが、バカな話ですよ。あの22条というのは居住移転の自由だとか、要するにその職業選択の自由なんで、そんなことを要するにごちゃごちゃ言うからその大事さがわからないんで、どこへでも行ける、何にでもなれる、これが資本主義の資本主義たるゆえんですよ。それまでの世界は関所があって、どこにもそうそう簡単には行けなかった。あるいは要するにこれは
何かになろうと思っても身分制があって要するになることができなかった。それがどこへでも行ける、何にでもなれる。別の言葉言いましょうか。何か自分の得意なこと、好きなことで金を稼げば、その他のことをすることなく生活できるんですよ。まあ、ここにいる人はそう若い人がいませんから、いくらか要するに昔の話を考えてみましょう。今の要するに掃除機や要するに洗濯機ない時どうやってました？あるいは水道が要するに十分引かれない時何やってました？ねえ、川から水汲んできて要するに洗濯機台でゴシゴシ要するに洗ったり、あるいは要するにこれは電気通ってないから山に要するにこれは薪を取りに行って、その薪で要するにこれは風呂をくべたり、要するにかまどで要するに飯を炊いたりしてたじゃないですか。停電してたって全然要するに怖くはないんですよ。あるいは要するに何か要するに止まったって、裏の要するに畑で要するに野菜か取ってきて要するに食おう、あるいはうちの田んぼで取った米で食おうという、これはできるんですよ。ところが資本主義の恐ろしいのは、自分が一つの要するにこれはギアとして要するに社会の一員として働いてると食えるけど、このギアが一度止まってしまうとどうなるかですよ。これが要するに資本主義の恐ろしさ。みんなが要するに機械の一つのこれは歯車として動いてて、その歯車の一つが止まるとえらい大変なことが起きる。だからこれが要するに資本主義の要するに恐ろしさ。例えば今要するにこれはまあ今日あたりも要するに日興が2000億円の要するにこれは赤字出した、要するに全日空が4500億円の赤字出したとか、そんなもその記事が出てますけど、あれですよ、日興が要するにそういうものを要するに出し、その赤字が出た、あるいはその全日空が要するにそんな赤字が出たでは止まらんのですよ。ああ航空機会社は大変なんだな。 2,3 日前の要するに日経新聞見ました。三菱重工がスペースジェットの要するに開発やめましたよね。航空便が止ま、これは飛ばないという、そこになれば一番最初に困るのはリース会社。航空機の要するにこれはあれ9割はリースで動いてますから、リース会社ヒーヒー言うわけですよ。あるいは要するに国際便のキャビンアテンダント飛ばないから、要するにこれは手当もらえなくなる。航空機は要するにこれは要するに買ってもらえなくなるから、だから三菱重工は要するにこれはスペースジェットの開発、要するに商業販売やめた。三菱がやめればそこの要するにこれは子会社の部品製造とかなんとか、そこは雇用が失われるということですよ。これが要するに資本主義の一つが滞れば全部要するにこれは怒涛のごとくそれが波及していく。だからあれでしょ、自民党政府がみんなに10万配ったというのは、あれは要するにあれ泥棒が要するにあれですよ、寄付金をくれたみたいなもんですよ。それはなぜあの連中がそんなことをやるかっていうと、止まると怖いというのを知ってるからですよ。あるいは今僕らが要するにその相談を受けた時に、いや先生要するに雇用助成金をもらって今一応要するにこれは一息ついてるけど、これがなくなったらどうなるのかという次が見えませんもん。あるいは今裁判所は要するにコロナで一つの部が要するに一挙に止まっては困りますから、書記官を要するに2班に分けて、基本的にはあれ今日はこの班が出る、明日はこの班が出るという、要するにその住み分けをやってるんですよ。だから要するにあの裁判の期日は通常2分の1ぐらいでしか入らないで、まあ、その中で起きてるのは、その中でも実はえらいフル回転で動いてるのは破産部だけですよ。なんでかっていうと、要するにもうやっていけない。でさらに要するに僕らが相談を受けるのは、会社畳むのにはどうすればいいんだろう。
もうあれですよ、これで要するに食っていけないから自主廃業を考えてるというそういう中小事業者が約あれ30万件あるというふうに言われてますもん。これが要するに止まるとどうなるか分かります？だから自民党政府が要するに立ち上がりは遅かったものの、今要するにあれですもん、中小企業は要するに銀行行けばほとんどノー文句で要するにあれお金が出てきますもん。だからとりあえずは要するに皆さんの目の前に要するに出てくるものはあのかつてのリーマンショックの時のあの要するに派遣村のような要するに矛盾はまだ見えてない、まだ見えてないけど起きるよこれから。だってあれ資本主義というのはあれ親がめこけたら皆こけたどころじゃなくて、要するに風が吹けば桶屋が儲かる、その逆が始まってんですもん。それが今要するにこれは起こってること。だから資本主義の仕組みとパンデミックの影響というふうにそこで書いておきましたけども、商品経済というのは怖いんです。とにかくみんなが要するに横でつながって、でそれが要するに全てが波及していくというこういう要するにその体制になってますから、だから自民党でさえあの要するに10万という金をとにかく要するに国籍も問わずとにかく10万を配ったというその彼らの危機感ですよ。だからそれほど要するに今は危機的な状況にある。まして言わんやこれから冬になってどんなことが起きるかわからない。だから安倍さんは早く逃げといた方がいいというふうにおそらく考えた。だから要するにあれ引退してもピンピンしながら靖国に行って菅君はやってくれるかなと思いながら要するにきっと要するに靖国神社に行ってたんでしょうね。でしかもこれから起こることはおそらく要するにこれまでの恐慌とは違う。これまで起こった恐慌というのは大恐慌にしてもリーマンショックにしても、まあリーマンショックは若干違いますけども、例えばこれまで起きた恐慌というのは基本的には過剰生産と需要の不足です。言いたいことはいっぱい作ってるけど買うやつがいないというそれだけの話です。だからケインズ主義というケインズ政策というのは出てくるんですね。ケインズ政策なんでいっぱい作れるけど買う人がいないという時はどうすればよいかということになってくると、いや需要がないんであれば政府が需要を作れ、どんどん公共事業をやって人を雇え、雇ったら要するにそこで人が動き、あるいは鉄が入りセメントが入りいろんなものがいるから要するに動き出す。だから要するにケインズ政策というのはいわゆるデマンドサイドという要するに需要を作って要するに経済を動かすんだというんですね。でこういうものが要するにこれは従来の恐慌が来たらこういうことをやれという鉄則です。でここのパンデミックでこれから起こってくることがどれだけ怖いかというのは、実はあれ需要サイドの問題だけではないからです。供給サイドの生産するところもみんなが集まって要するにこれは作っていくということができなくなる。さらに失業とかなんとかこんなものが大量に出てくると、基本的にはこれは買うという要するに需要もなくなってくる。だから需要も供給も要するにこれは絞られるから恐ろしいことになるというんですね。だから市場稀に見る要するにそのことが始まりかねない。だからこれは僕が言ってるだけじゃなくて、おそらくこれは政権の方も要するに戦々恐々としてるはずですよ。だから要するにあれ予備費を要するに11兆も溜め込んでいつでも打てるようにしておかなければどうなるかわからない。
なおかつ、要するにこれはもう安倍さんでは賞味切れだ。要するに庶民から叩き上げたとして、これは民意が調達できるかもしれない、あるいはいつ潰れても別に惜しくもない、菅でやれるところまでやってみようがおそらく今始まっていることです。それは要するに、彼らは要するに資本主義の維持者ですから、資本主義がどれだけ怖いか、一度止まり、要するにこれは管が詰まるとどれほど大変なことになるか、これを知ってます。なおかつもう一つあるのは、今のグローバル化、これに要するに少なくとも輪をかけて要するにこれを悪化させる。なぜなら外需も止まりますし、外国からの供給も止まります。だから外との要するに関係で要するに生産を回復しようとしても回復できない。だから今回復してるのはどこです？中国だけですよ。中国だけだいたい 4.9% ぐらいの経済成長に服してます。なんでできるか分かります？だって中国14億人いるんですもん。言っておきますけど、僕らの11倍よ。11倍の要するに市場があるんですよ。だから未開発のところにこれは要するに雇用を与えて動かそうと思えばあれは動く。だけど言っとくけど、日本動かないよ。みんな要するに老齢化して要するに外需での要するにそのこれは需要を止められ、あるいはマスクですら要するにこの供給をするのにえらい要するにネックがあったように、我々が作ってるものをかなりのものは外の材料を使って作ってますもん。だから僕はここで別に狼が来るぞって狼少年みたいなことを言うことは別にあれしようとは思わないけど、僕はあれ今のだんだん減ってきて収束に向かってるのかな、なんか安倍さんは潰瘍性大腸炎でやめちゃったのかなとか、あれそんな甘いことは思わない方がいい。何が起こるかわからない。あるいはもう一度止めて詰まってしまったものが要するに基本的にそう簡単には動かない。だから要するに一生懸命 GoTo トラベルの次は GoTo イートだとか GoTo なんとかとか、あれそんなんだったらてめえら GoTo パラダイスで天国行ってしまえとか、そういうふうに思ったりしますけど、まあ要するにあれとにかく要するに金を動かさない限りは何が起こるかわからないというのが今の要するに状態だと思って構いません。心当たりはケインズ主義という経済学をやるとよくわかるんですが、ケインズ政策ってのは面白いんですよ。不況が来たら公共事業をやり、そして要するに減税をし、そして要するにこれは公定歩合を引き下げ、あるいは要するにこれは通貨供給量を増やせというんですよ。だって言っときますけど、大不況来れば税収は少なくなるんですよ。でそれにもかかわらずどんどん公共事業をやれ、そして減税までしろ、でその上に要するに公定部や銀行の要するにその金利まで下げろというのが要するにケインズ政策ですよ。なんでそんなことを言うか分かります？そこで税金が要するに入ってくるのが少なくなると、もうしょうがないから要するに公共事業も要するにこれはやめるし、あるいは税収が少なくなるからこれは倹約をするなり、あるいは税収を回復するためにはこれは税金を上げようというのがケインズまでの要するに経済学だから、どうなるかっていうとデフレスパイラルが来ていつまでたっても大恐慌が要するに収まらなかった。だからそれが要するに大恐慌という1929年から始まった要するにあの恐慌の要するに教訓ですよ。緊縮財政を取ってしまうと
これは要するに大不況が来るぞ。だから今あれじゃないですか、大蔵省の要するにあれ言ってた、要するに緊縮財政という主張は止まってるでしょ。160兆という予算を要するにあれ組むことを容認してやってるでしょ。だからそれだけ連中の要するに危機感強いということですよ。で、さっき言ったケインズ政策が面白いというのは何かっていうと、ケインズ政策はそんな要するに赤字国債出してどんどん公共事業をやっても元が取れるって考えるんですよ。これは何かっていうと、乗数効果というふうに難しい言葉では言ってますけど、1億の公共事業をやり、あるいは、これはあれ、5億の要するに減税をやれば、それに倍する、あるいはその10倍の要するに、お釣りが来るほどの要するに、これは需要が出る。何を言ってるかわかります?公共事業をやると、そこで人が雇用され、公共事業で要するにトラックが動き、あるいは鉄材が入り、セメントが入り、あるいは要するにそこでいろんな要するに工事が始まって、まさにあれですよ、風が吹けば桶屋が儲かるで、次から次へ要するにこれは需要が要するに発展していって、そして要するに経済は活性化するというのがケインズ政策です。だからあれ、資本主義というのはそういうものだという、これが要するにあれ近代経済学の中には明らかにあるんです。ところが要するに裏を返してください。金を投げればそれで要するに需要が増えるというのは、金が止まれば縮小は止まらない、逆乗数効果が要するにこれから発生しかねない。だからそれを心配して、とにかく要するに連中も非常体制に入って、資本主義の維持側の要するに彼らの方はさすがにそれを表に出すと基本的にはパニックになりますから言いませんけども、まあここで要するにただこうしましょう、要するにあれ、少なくとも単にこれは許すなということだけ要するに言ってもしょうがない。これから要するに何が起こるか、きっと大変なことが起きてくるよ。年明け頃からね。なぜなら要するにこれまでの給付金がとりあえずは要するにもう止まり、あるいは雇用助成金だとかそういうものの期限が来る。次の供給が止まってしまえば、先ほど言った廃業しようかなと言ってた人たちが廃業を始め、その要するに周辺が要するに少なくとも仕事がなくなり、これまでは雇用助成金やいろんな給付金で月々1万人ずつ増えてた失業者があっという間に爆発的に増える危険性がある。とにかく一度止めちゃいましたから。一度止めたものを要するに動かすというのは大変ですよね。だから今この情勢を見て、さあ許すな戦おうということにはなかなかならない、見えない、なんとなく減ってるように見えるもん。だから今はカンフル剤を打っていいかもしれないけど、これからが大変よ。だから要するにきちんと情勢を見ておきましょうねというのは今日のお話で、えらいいっぱい話すことあるんで、こんなことでやっておくと終わらないから先に話進めますけど、で、まあ実はこういう要するに疫病の感染、特にパンデミックというのは基本的に人類の歴史をえらい変えてきてるんです。日本だってそうですよ。基本的にはあれ、大仏殿作っただとか法隆寺を作ったというのを、日本に遣唐使とか遣隋使 をやったら、そいつらが疫病を持って帰ってきたんですよ。でそれが蔓延したから、それを収めようとして要するにこれは法隆寺や大仏殿を作ったんですよ。あるいは
田舎に行くと地蔵さんが安いに大体村とか町の教会に立ってますよね。あれはこっから要するに感染者を入らせないという警戒ですよ。何も要するに趣味であんな地蔵さん作ったわけじゃないですからね。日本においてすら、まあ古い時代からそういうものはあった。遣唐使とか遣隋使とかそういうやつが外へ動けば、ばい菌、ウイルスも入ってくるんですよ。でそして我々が今当たり前だと思ってる実は資本主義もそう。資本主義を作ったのは実はパンデミックですよ。資本主義はなぜ起こったか。いやいや産業革命が、あるいは要するにルネッサンスが、そんなあれ、アホな世界史をいくら勉強してもしょうがないんですよ。基本的に14世紀、1350年ぐらいのイタリアあたりで、えらいペストが流行しました。だいたい人口の3分の1から4分の1が死んだ。村ごとなくなったという、そんなものはいっぱい出ました。で、そのウイルスはどこから来たんでしょう。13世紀の前の12世紀頃、要するに何が起こったかっていうと、モンゴルですよ。チンギスハンの、これは要するに息子、三代目とかそういう、まあ、オゴタイハンとかチャガタイハンとか言いますけど、こういう連中が、アジアからユーラシア大陸を要するに通って、中東まで要するに大帝国作ったんですよ。でも何が起こったかっていうと、それによってペストが少なくとも地中海沿岸まで要するに達したんですよ。でそれが14世紀になってくるとイタリアで爆発した。でそしてそれが全ヨーロッパに要するに基本的には爆発的に入って、人口の3分の1も4分の1も要するにこれはなくなった。そうすると人が要するにいなくなるわけですから、当然要するにこれは土地が余りますよね。これまでそこで働いてた人たちがいなくなって土地が余る。で、こういう中で自営地、お前が自由に要するに作っていいよというこういう土地が出てきて、そこで要するにこれはある意味で自主的な活動が始まるというこういうことになります。で、実はヨーロッパというのは皆さんはどう考えてるか知りませんけど、あれは貧しい土地なんですよ。あのヨーロッパの要するにその風景っていうのはえらい要するに綺麗じゃないですか。あるいはまあヨーロッパというのはえらい爽やかそうに見えるじゃないですか。でヨーロッパというのはね、あの緯度から言うと例えばスペインあたりで北海道で、イギリスとかパリあたりはほとんど要するにカラフトの向こうですよ。緯度高いんですよ。でなおかつあいつらの住んでるところは日本あたりに比べれば降雨量大体2分の1から3分の1で、連中が住んでるところはね、10世紀までほとんど要するに定住ができないんですよ。なんでそうかというと、基本的に土地が要するに超えてないんですよ。いや僕なんか勤勉だからね、あの関西人だから、あの田んぼとかなんとかであれば二期作とか二毛作とかそういうものをやるというのは関西あたりいっぱいあるんですよ。なんでそんなことできるか分かります？台風のおかげ、モンスーンのおかげですよ。ところがね、ヨーロッパってのはえらいだだっ広い土地あるけど雨降らないのよ。そんなところで連作すると地が潮を吹くのよ。連作障害になるのよ。だからヨーロッパの人たちが初めて定住ができたのはだいたい10世紀に、散歩式農業と言われる、要するに土地を三分割して一つは春小麦、一つは要するに冬小麦、一つは要するにこれは牧場として要するにそのクローバーを生やし、そしてそこで要するに牛の糞を要するにこれは肥やしにするという、こういうものをやって連中は初めて要するに定着ができた。
だからゲルマンとか要するにフランク王国のフランスなんてのこんなものあれ野蛮人の世界で、そこで定着できて初めて要するにこれは教会を作ったら、あら聖遺物キリストさんの要するにこれは遺物が何にもないわ、取りに行こうぜ十字軍よ。だから皆さんからするとなんかいっぱい要するにその事実あるのかもしれないけど、ああこうやって要するに歴史は動いていくんだというのがあって、まあ要するに10世紀に初めて定着できた、で十字軍で10世紀に取りに行ったら、そこの後にこれは要するにモンゴルが入ってきて、十字軍の道を通して要するにこれはそのペストの菌が入ってきちゃった。でそしてこれまで順調に発展していたところが人口が3分の1もごそっと抜けるような状態になった。でその中ででも自営地を作り、そして要するに農地を経営するというのが働いて、まあそこで要するに資本主義的な要するに基盤が作られていく。で特にイギリスあたりはものすごい要するにあれ、まああんまり統計上は出てこないんだけど、人がバンバン死んじゃった後に綿工業というようなものがあって、いわゆるエンクロージャーといわれるそういうもので、まあ人を飼うよりいい羊毛を作った方がいいとか、まあ、そんなものがあって、だんだん羊毛での要するにこれは繊維業が始まっていったとか、まあ、そういう経緯もあるということになって、まあこの要するにパンデミックが一つの要するに資本主義の基盤を作ったというのがある。でそしてその後に第2弾ね、15世紀にスペインとかポルトガルが要するに南米に行った。でやれインカ帝国潰れたのを何だのいろいろあるでしょう。でも不思議に思いません？たった100人とか1000人のスペイン人が行って、あるいはたった要するにあれ何千人かの要するにそのアングロサクソン、まあいわゆるプロテスタントが要するにヨーロッパで迫害されて新大陸に行って、なんでインディアンが要するにそんなに簡単に滅ぼされたと思います？別に虐殺したわけじゃないですよ。その大多数はヨーロッパから持ち込まれた疫病でバタバタ死んだんですよ。だから要するにたった100人1000人の要するにそんな要するにこれは人たちがスペインとか要するにポルトガルから来る、あるいは要するにこれはヨーロッパから来たことによってインディアンが死に、そして要するにそこに植民地ができた。でもう一つあるのはこれは南米から金と銀を要するに基本的に大量にヨーロッパに持ち込んだ。お宝が来たということではないんですよ。あのね、今要するに世の中に MMT とかなんとかそういう議論がいろいろあるじゃないですか。要するにこれはあれ、要するにその自国通貨で国債を要するに発行している国はどんなに要するにこれは国債発行してもこれは破綻しない。破綻しないよ。だって輪転機回せば要するに返せるんだ。ねえ、1000億借りてもよっしゃ輪転機を振りますって言ったら返せるんだもん。だからあれは言ってること正しいのよ、そういう意味ではね。ただしそんなことをやってると対外国との要するに為替の関係でどんどん要するに価値が起きていくから落ちていくから、ハイパーインフレになってくる危険性は常にある。だけど言ってることは正しいのよ。でなんでこんなことを言ってるかっていうと、金とか銀とかの要するに交換比率を要するにこれはあれ切ったからあんな MMT というあんな理屈が出てくるのよ。ところがそれ以前の世界は貨幣というのは金とか銀とつながってるの。いや言っとくけど、僕らが生きてる世界でも1973年までは少なくともドルと金は要するにこれはあれ打艦する、いつでも要するにこれは
1ドルに対を持ってくれば1ドルに相当する金を要するに出しますって言ってるから、そんな膨大な要するにその債務は生じなかったんだけど、そっからあとは世界が違ってくるんだけど、いい、その前は金がなければ買えない、だからそう大きくならなかったものが、この要するに南米から膨大な金と銀を入れたことによって、ヨーロッパはえらい要するにこれは商品の流れが急激に広がったのよ。そしてその中で最初はスペインが覇権を握り、さらにその後は要するに海を要するに制したイギリスが要するに世界を制するということになってきて、まさにあれですよ、パンデミックは世界を変えたんですよ。南米を要するに滅ぼし、あるいは北米を滅ぼし、そこから持って帰った財貨でヨーロッパはえらい大きな要するにこれは成長することになった。でそしてその末に要するにこれは資本主義を勃興させた。まあさらに、まあそこの1ページの一番下に書いたように、まあ穀物とかなんとかこういうものも要するに流入した。だって言っとくけど、ドイツの要するにその頃の王様っていうのは、あれよ、1日2食食ってなおかつ要するに豚の要するにその料理が週3回も食えればよかった。でそれが16世紀ぐらいになってジャガイモが入ってきたことによって、初めてゲルマンは要するに基本的に腹いっぱい食えたというふうに言われてるもん。あるいはトマトですよ。トマトってのはあれ中南米の要するに作物だからね、イタリア人が昔から要するにイタリアであのナポリタン食ってたわけじゃないよ。あんなもんが出てきたのは要するにその中南米を制した後よ。だからどれだけ要するに世界が変わったかですよ。だから考えてもらわなきゃいかんのは、人が横に動くというのはこういう疫病の要するに発生とえらい要するに密接な関連を持ってるし、そして第3波という近代の中でも第3波が来たのが第一次世界大戦とスペイン風邪というもので、これは言っとくけど第一次大戦の頃にはかなり要するに横に人が動くようになってたからね。でこの中で要するにこれはいわゆるスペイン風邪と言われるウイルスが蔓延した。でそして4000万人が世界で死んだというふうに言われてますから、死亡率は今のコロナどころではないえらい強毒性の要するにウイルスだったというふうに言われています。まあ先ほど最初に確認したように、今のところ要するにこの新型コロナでの死亡者は120万人にとどまってますけど、さてこれから冬を迎える北半球がどうなるかはわからない。だから何度も要するにあれ警告しておきますけど、皆さんがあれ今収束しかかってんではないのというのはおめでたい発想よ。我々はトンネルに入ってまだ向こうが見えてない、どうなるかわからない、だから戦いに備えなきゃいかんのよ。今はとりあえずカンフル剤を打ってるからそう激しくは見えてないけど激しくなる可能性あり、ね、ペストもそうだった、あるいは中南米があんな要するにその白人に征服されたのもそうだった、そして第一次大戦の時も基本的には4000万人に及ぶ死者が出た。4000万人っていうのはあれえらい数だからね、戦争の死者より多いのよ。だから何であったかということになってくると、ロシア革命も成功したのよ。だってあれロシア革命を追撃する要するにあれ力がなかったんだもん。言っとくけどあのスペイン風邪はアメリカから要するに入ってきた
これがやしにヨーロッパに行ってヨーロッパで大蔓延したというふうに言われてるからね。まあその代わりレーニンの片腕と言われたこういう連中もやしにこのスペイン風邪で死んでるけどね。でなぜスペイン風邪というふうに言われたかといえば、これはあれ戦争してなかったスペインだけがいっぱい死んでるよという報道をしたからスペイン風邪と言われてるだけで、実際にはあれよ、第一次大戦の戦場に要するに立った兵士やその人たちがバタバタ死んだ要するに多くの原因はこのスペイン風邪だというふうに言われてるもん。だからそうか、ロシア革命もある意味ではパンデミックの要するに賜物のようなものよ。だってロシア革命というのは資本主義の要するにこれはあれ敵だから、ね、だって日本がシベリア出兵を1921年頃まで続けたのもいい？ソビエト行ったってあれそんな寒いとこ何にもないもん。ソビエトが南に来たかったのは不登校とちゃんと要するに穀物の作れるとこ欲しいから要するに南になってくるんだもん。日本が北へ北へ行ってあれ凍るところを要するにもらってどうする？だって僕国鉄闘争の時よく北海道行ってたけど北海道は切ないなと思ったもん。なんでそう思うか分かる？だって冬になると11月から4月頃まで土木工事できなくなるんだもん。だってあれ基本的にあれよ、凍ってるところに打ち込んで春になって要するに溶けたら杭が役に立たないんだもん。あるいは北海道行って道の要するにそばに矢印立ってるじゃないですか。あれ何かって言ったらここをはみ出すと道じゃないよというさ、はあ、北の大地というのはどれだけ管理が大変かよ。立てたって要するにあれ凍っては要するに溶け凍っては溶けだから基本的にあれ設備が持たないんだもん。だからそういう目で JR 北海道を 見るとよくわかる。人がいない上に設備はえらい急激に劣化するんだもん。あんなもん立ち直りをあるわけないじゃない、そんなものを分割民営化するアホがどこにおるかと思ったけど、まあなるべくしてなってるよね。でまあその話を元に戻すと、でもパンデミックは人類の要するに歴史を変えてきたのよというこれを前提。さてこれからが第3の要するに2ページのところから。あのねパンデミックは怖いのよ。そしてもう一つあるのはアメリカのナオミ・クラインという社会学者が書いてる。アメリカの世界は大きく変わってきた。それは何かというとショックドクトリンよ。要するに災害があるのに乗じてその時こそが徹底的に要するにこれはあれある施策を強力に推進できる時というさ、ショックこそが要するにこれは普段ではできない徹底した改革を飲ませて強行できる時。だってみんながあたふたしてる時にこれに協力しなければ大変なことになるぞって言えるんだ。アメリカはそうやって変わってきたというのが要するにナオミ・クラインというアメリカの社会学者が言ってること。でそして最初に言ったように、だっていい？リーマンショックの時にさえ100年に一度というふうに言われたのよ。あの時僕らの経験では、だから日比谷公園に少なくとも要するに派遣村というそういう労働者いっぱい要するにその切られた非正規の労働者が要するに集まってきた。今進んでることは間違いなくリーマンショックを超える要するに不況が始まってる。要するにあれそれがブスブスくすぶり始めてる状態よ。さっき言ったように資本主義の維持側が大変だというのでとりあえずのカンフル剤打ってるから
これが要するに出てきてないだけで、でリーマンショックには手の打ちようがあったのよ。だってあれは金融が滞った、要するにプライムそのローンと言われた、要するに少なくともこれは貧困層に出したローンを担保にしたやつは滞ったという金融恐慌に過ぎないから、銭を回せば対処のしようがあったのよ。でも先ほど言ったように、来たるべき要するにコロナ大不況というのは、あれ需要も要するに減退すれば供給自体も要するに基本的には減退し、なおかつ外需も外からの供給も止まるということになると、対処ができるのは中国のようにあれ何十億人も要するにいれば内需で対処ができる。おそらく要するにこれに対処ができるだけの人口を持ってるのは中国とインドだけよ。日本の1億数千万で、なおかつそれが外需に頼ってる、あるいは外からの供給に頼ってるという、そういうところでは基本的に回復のしようというのはあれなかなかない。でそれが今起ころうとしていること。だから今のところは先進資本主義国はどこも金融政策財政政策を総発動して、とりあえずは大不況が来るのを要するに防いでる。だいたいアメリカで要するにマイナス0、マイナス 9%、 日本あたりでおそらく 15% ぐらいになると言われ、ヨーロッパあたりで 20% 前後の要するにその景気後退が起こるとかなんとか言われてますが、で少なくとも要するにそういうものが年を超えたあたりからコロナの蔓延がどうなるかとも関連しながら進んでいく。で、まあだから今要するに少なくともこれはそのコロナの数がとりあえず少なくなった中で言われてるのは、コロナ後は V 字回復するんじゃないか、ワクチンさえ回復その開発されればなんとかなるんじゃないかという、そういう景気回復論が言われる一方で、いやそうはならないだろう、新しい要するにこれは社会が来るんじゃないか、こういうことが言われ始めてる。で少なくとも V 字回復はしない。だってさっき言ったみたいに、一度止まってしまうものを元へ要するに戻して動かすのは大変ですよ。だってそうじゃないですか、要するにあれねえ、オートバイだって何だって止まったやつをまた動かそうとすると、要するに一番要するにあれ元へ戻すときは力がいるもん、エネルギーいるもん。でなおかつ先ほど言ったようにもう廃業しようかなという、そんな要するに業者が30万もいて、でその人たちが辞めれば先ほど言った逆上数効果、一つが止まれば全部が連鎖する、これが資本主義の面白さでもあり恐ろしさ。面白さというのは資本家連中はそれを要するに利用して大きな金を懐に入れる。だけどもこれが止まった時のリスクは全部要するに弱いものに来るからね。だからそれを要するにどうするか、それを考えなきゃいかん時に来てるという、そういうことよ。もう欧米は第2波が来てロックダウンをするだとか、そういうものがフランスやスペインで始まってるし、アメリカもまた要するにこれは感染者が増えてる、日本もとりあえずは要するにいろんな調整金だの要するに給付金でとりあえず止まるということは防いでるけれども、まあ毎月1万人ずつの失業者増えてるし、30万件を超える廃業予備軍というやつはそこにはある。でそしてマスコミあたりで要するに流し出されてるのは、コロナ後には要するに新しい社会が要するに来ますよね、それに備えなけりゃって言ってるじゃないですか。でもどんな社会来ると思います？
きっとショックドクトリン、これまでやってきてる自民党の政策からすると、だからそれが2ページの2に書いてあるショックドクトリンね。えこの国はアメリカを見ていろいろやってるからね、アメリカがやってきたことはよく知ってる。でそして猿真似をしようとする。だからこの機会に一挙に改革を進めてしまえ、これは間違いなく菅内閣がこれからやろうとしてることよ。もうすでに要するにこれはあの10万円の給付金の時あったじゃないですか。要するにマイカとマイカードと、これは要するにそれを振り込む口座をリンクさせようね。リンクさせて何をしようとしてるかっていうと、そいつの要するにあれ財産を全部把握しようよ。だから最初にリンクしようってのは全部リンクさせようとしたから、いやいやそれはダメよ、一つの口座だけよとかやってたけど、リンクさせる必要なんか何にもないじゃん。少なくとも要するに政権側からすればマイカードによって全部要するにこれは国民を管理したい、これからの増税とかそういうものを要するにこれは管理するためにも一つのカードでコントロールしたい、現に中国はそういうことも始めてるもんね。だから日本も要するにそれは把握するようにしたい、あるいはこの機会に一挙に進めてしまえね、不採算の中小企業や不採算のローカル線を切ればいいのよ。不採算のところはこの機会に切れるじゃない、 JR がやり始めてるじゃない。ショックドクトリンよ、この機会を置いてはない、動かさないという、あるいはもう要するにこの線は廃線にするんだという、これによって一挙に要するにこれは不採算の部分は切り捨ててしまい、あるいはなんでデジタル庁なんて作ったかわかる？デジタルってのは決していいことないよ。デジタルというのは結局あれだもん、人がいらなくなるってことだもん。ごく一部の技術者専門家の他はいらないということだもん。そもそも大体このコロナが来る前からシンギュラリティというふうに言われて、人工知能の要するに総知能数が全人類の知能数あるいは知識量を超えるのは2040年ぐらいに来るだろうというふうに言われてた。シンギュラリティ、シンギュラリティが来た後の世界はどうなるかということになってくると、マニュアルでできるようなことは全部機械が要するにこれは変わる、そして人がいらなくなる、残るのはごく少数の専門家と、あとは技術がいらない、これは単純労働に分化するというふうに言われてた。そもそもそこにコロナが来た、そうよ、一挙にやってしまえ。あれよ、資本主義の下では合理化というのは決して人を豊かにしないからね。まあ僕はあれも実はまあ弁護士やってて労働弁護士だって言われてるけど、あのこの先にはいろいろあって、あの会社の合併だとか会社分割だとかそういうものもいろいろやってるのよ。でその中で思ったことがある、まあ、ある顧問会社が派遣会社を要するに買収した。でそれの関係でユニチャームの新白川工場というところへ行ってきた。いやすごかったね、えらいでかい要するにかい、あの工場へ。で要するにあれ駐車場の数から言っても昔であればそこへ4000人5000人が要するにこれは働いてたとこよ。ところが、そこで働いてるあれよ、労働者全部で200人。で、なおかつ派遣労働者が150、60人。
やってることを見てたら、大きな要するに機械が要するに自動的に動いてて、あとは労働者が要するに材料を要するにその搬入口から運んだやつを入れて、あとは出てくる要するに製品を運んで要するにこれはやるだけで、正社員が管理してるのはその機械を動かして、でそして要するにこれは人に対しての衛生面の管理をしてるだけ。あとの150、160人というのは4つぐらいの派遣会社から来てたかな。賃金台帳を見せてもらった。40ぐらいの人よ。40とか30とか50ぐらいの人もいたかな。みんなあれだもん、フルに働いてももらえる賃金17、8万だもん。生活できないよ。でその要するに機械が動いているのを見て思った。何を思ったかっていうと、もう怪獣に餌やってクソ処理してるだけじゃない。でそこで働いてる人がたった17万、7、8万しかもらえなくて生活できないもん。これが要するに合理化の果てですよ。でそれがもっと進んでしまう。それを一挙にやろうとしてる。欧米より遅れた。この機会に一挙にやれですよ。今リモートワークだとか何だとか言ってる。リモートワークが始まったらどうなりますねえ。これまで職場で顔を合わせて不満を言ってたやつが個別管理になっちゃうの。できれば雇用じゃなくて、基本的には雇用でないものでやればいいじゃないですか。副業もやってね。ね。労働時間管理できないから成果主義で管理させてもらいますよね。労働組合オルグやるのにどうやってオルグやる？だってあれ、顔も合わせない要するにあれ、そんな人たちとどうやって横でつながって団結する？だってこれまでの労働組合ってのはみんなで同じ職場でやって、みんなこれは要するにひどいよねという、それを言いながらつながってきたのよ。この機会に一挙にやってしまえ。これが今やろうとしてる働き方改革。でそしてその挙句には、要するに今のおそらく財政構造からすると、えらい要するにこれは健康保険や社会保障費が要するに高い。だから言い出してたのは、もともと年金支給年齢を引き上げましょう。65歳から70歳や、あるいは医療保険の要するに引き上げを要するに測りましょうだとか、そんなことは言われてた。あるいは健康保険の民間保険化をしようというところがこう言ってた。ところが先ほど二平さんの話にも出たけど、竹中平蔵そんなこと言わないもん。もう全部生活保護も年金もベーシックインカム要するに7万くれてやればあとは全部廃止しようぜだもん。いい？今は健康保険入ってるから高額医療やっても要するに貧しい人も要するに難病の治療してもらえるのよ。7万もらってあれ、あとは要するに重病になったら死んじめえ。あるいは困っても7万でお前処理せえという、それで放り出せって言うのよ。言っとくけど、ベーシックインカムという考え方自体は悪くはないのよ。僕なんかどっちか言ってと、あれだもん、ベーシックインカムを入れましょうというふうに言ってた方だもん。ただね、僕らが言うベーシックインカムはベーシックサービス、ね、世の中には医療だとか教育だとかこういうものはちゃんと要するにこれは廉価にサービスしてもらわなきゃいけないものがあるんです。あるいは生活保護というセーフティーネットはなくちゃいかんのです。その他に先ほど言ったような AI 化が進んで低賃金の要するに労働しかなくなったんであれば、科学の進歩の配当を俺にもよこせよ。資本家だけが取るなよ。
だからベーシックサービスにプラスしてベーシックインカムをよこせというのは本来的なベーシックインカムで、ベーシックインカムには橋本徹や、これは竹中平蔵が言ってるような新自由主義型のベーシックインカムと、いわゆる左派と言われてるこういう連中が言ってる要するにベーシックインカムがあるんだけど、竹中平蔵は明らかに要するにこれはあれ、この機会にやってしまえ、社会保障体制を一挙に崩せ、今の年金積立金や生活保護やこういうものの予算を全部撤廃してこっちに回せれば、それでベーシックインカムはできる。言ったことはあれよ、猿に餌やれ猿は動くという、そういうことよ。7万欲しくて食いつけ、食いついた途端に毒まんじゅう食った、ベーシックサービス何にもなし。だって知ってるもん、ショックドクトリンだ、この機会を逃せば二度と機会は来ないぞ。竹中平蔵が考えてることはわかるし、それを政権の中の少なくともこれは委員会に入れて成長戦略会議に入れてやろうとしてるのは、まさにショックドクトリンをそのままやろうとしてることだ。でさらにこの機会に要するに教育改革をやりましょう、リモート教育と大学再編をやりましょうというふうに言ってるし、これからは理系が大切だ、要するに文系でごちゃごちゃ言うよりも理系でやれ、そして、この機会に日本語教育から英語教育にしてしまえという、そういう戦略を取ろうとしている。ちなみにね、日本という国はなかなか鋭いのよ。あのね、世界では法学にしても科学、要するに化学にしても物理学にしても数学にしても専門教育を受けようとしたら基本的には英語に頼るしかないんですよ。だってインドネシア語にも、要するにフィリピンの言葉にもタイの言葉にもあれだもん、陽子だとか中性子だとかそういうことはないもん。あるいは法学やるときに権利とか義務とかそういう、要するにあれ言葉がタガログ語や要するにタイ語やそういうものにないのに、日本だけよ、日本だけが日本語で権利とか義務、あるいは陽子中間子中性子だとかこういうあれ概念を持って日本語で物理学が習えたり、あるいは日本語で法律学が学べるというのはこの国だけよ。他の国ではみんな要するに化学や法学の専門家になろうとすると英語でやるしかないんですよ。だからやろうとしてることわかる。それをもう要するにあれ世界で戦闘的に戦うためにはこんな要するに日本語でやってては要するに遅れを取る。この際日本がやってきた日本語だけで要するに通用するというこういう世界を打破して英語を共通語にしてしまえ。だってもう僕らの世界はそうなってるもん。国際契約をやるときには必ず日本語で契約を取っても副本として英語の契約書を作るもん。だってビジネスの世界はもうみんな英語だもん。だって僕らは大学の時にね、エスペラント語っていうのがあったのよ。エスペラントというこれは世界共通語を作ろうとしたハンガリー人のこれが要するに世界共通語エスペラントをやりましょうってやってて、エスペラントクラブとかなんかあった。今ないもん、無産無償したもん。もう英語がビジネスの世界の共通語になっちゃったんだよ。だからそういう中で要するに少なくともまあ変わってこようとしてる。理系教育やり英語教育を入れてしまえ。でちなみに
日本で要するにガラケーというのがあったよね。なんであんなガラケーができるかわかる？だってあれ携帯電話作ってるの日本より要するにあれいっぱいあるじゃないですか。ノキアのフィンランドとかね。日本の場合はね、日本の1億2000万の要するに市場を相手にすればそれなりに要するに商品売れるのよ。ところがスウェーデンとか要するにフィンランドはね、500万人とか800万人の人口しかいないから世界を相手にしなければ戦えないのよ。だから日本はガラケーになったのは日本語が通用する中で日本の1億2000万相手にしてたからガラパゴスになっちゃうのよ。これもこの機会に打破したい。あるいは皆さんが世界を見るときに考えなきゃいかんのは、なんでサムソンはあれだけ世界企業になって日本のパナソニックやシャープは遅れとったんだろう。それもやっぱりあれ1億2000万がいればそれなりに売れる。だけども韓国はせいぜい6000万だもん。5500万か。5500万相手にしたって成長は知れてんのよ。だからガラケーとかそんなことにならない。あるいは今の要するにムンジェイン政権がなんで北と一緒になろうねって言ってもあれ大反対が起きないかって、あれはあれで構想あるからよ。北朝鮮と一緒になれば8000万の人口ができる。ついでに中国の朝鮮族を入れれば1億の市場ができる。韓国経済はあるいは朝鮮経済はそれで持つという戦略持ってるからよ。だから要するにあれ左派政権は必ずしも潰れない。でも要するにあれやっぱり資本主義的な構想を持ってんのよ。あれはあれで日本大嫌いかもしれないけど、だからやっぱ資本主義の要するに経営者は何を考えてるかは僕らも考えなきゃいかん。いつもやられっぱなしではいかんのよ。俺が相手であればどういうふうにやってやろうかな。僕ら弁護士だからこっちが責めることは考えてないもんね。向こうであれば何をやるか、この卑劣なやつであればまあいろいろあれ考えるわけで、まあだから世の中は要するにそういうふうにして回ってる。でまあ少なくとも僕は今ここで強調したいのはショックドクトリンが起きてくるよ。警戒しなければ。大変な要するに事態に乗じてやられっぱなしになるよ。労働組合は潰され、だって存立基盤がなくなるんだもん。やられたじゃない、要するに中曽根の時に組合は潰され、労働者派遣法が要するに作られて非正規労働者がいっぱい作られる、要するに基盤作られたの、あいつの時作られたんだもん。戦略的にやられたんだもん俺ら。でしかもその時代がどんなところになってるか、3ページからで、いや大変な時代に僕らは要するに突入してるのよ。覇権が要するにその移ろうとしてるのよ。アメリカがどんどん衰退していった言ってる。なおかつ要するにこれは人口が飽和して要するに地球環境がおかしくなってきてる。だって最近 やたら要するに SDGs とかなんか出てくるじゃない。最近もとにかく英語で横文字で言われるとあれもううっと思うんだけど、なんで日本語で要するにやらないの。やっぱりアメリカナイズするためにそういう要するに環境をやってんのと思うけど、まあとにかく要するに基本的に環境は要するに資本主義ではもうやっていけないほどに悪化し、なおかつ要するに中国インドへ要するに基本的には要するにこれは覇権が移ろうとしてる。でちなみにあれだからね、世界は16世紀まではインドと中国の要するにこれはあれよ GDP が世界の6割を要するに基本的に占めてたのよ。その後に要するにヨーロッパが台頭してきてえらい変わったけど、まあ僕らから言うと唐天竺の世界がもう一度来ようとしてるのよ。だから要するにその財務省にいたミスター円と言われた榊原英介なんかが言ってるのは、今の時代はリオリエンテーリングの
時代だというふうに言っている。リオリエンテーリング、オリエントがもう一度、アジアが要するにこれは世界の覇権を握ろうとしている。それは軍事でも経済でも政治文化でもアメリカが明らかに要するにこれは凋落してる。だからトランプさんみたいなあんなやつが当選してくるんだよ。要するにグレートアメリカアゲインというさ、もうグレートアメリカじゃないもん、ボロボロだもん。だってアメリカがアメリカだったゆえんは、アメリカは第二次世界大戦後直後で大体 GDP の世界の4割を握った。なおかつアメリカが強かったのは世界のエリートを全部要するに大学で吸い上げたもん。おそらくあの要するにこれは底辺は30億から40億の要するに人が底辺にいるのよ。僕は司法試験やっててよくわかるんだけど、要するに能力が高くなり、要するに基本的に高い教育というのは底辺が広くないとてっぺんは高くならない。アメリカが世界に冠たる科学技術やあるいは文化を保てたのは、第二次大戦後の要するにこれは世界を要するに基本的に経済的にも軍事的にも制圧し、そこのものの要するにエリートを全部要するにこれはアメリカが吸い上げたからです。ところがそれが今要するに留学するのにアメリカということにはならんじゃない。中国の要するに共産党のエリートも、大体は中国共産党のエリートは要するに9割方が理系の人だけど、アメリカに行って、あれは要するにあれ、中国人の皮をかぶったアメリカ人だもん。だから偉いアメリカがやってることもわかるし、戦闘的よ。しかも理系だからね。文系みたいに情緒的なことをやらないのね。で、そして今始まってるのは IT を通じての要するに基本的な覇権が始まってる。で、中国、インドが明らかに要するに優位。中国は14億、インドが今13億で、2035年ぐらいにはインドが中国を抜くって言われてるからね。で、しかも要するにこの場合に中国はあと10年のうちに覇権を握らないと落ちていくからね。なんで落ちていくかって、一人っ子政策をやった結果、これから要するにあの国は縮んでいくからね。社会保障もないまま要するに老人がいっぱい出てきて縮んでいくからね。で、なおかつもう一つあるのは、 IT の世界ではプログラミングは漢字ではできない。アルファベットは優れてるのよ。26文字の組み合わせだもん。何万字の漢字では要するにプログラミングできない。プログラミングの世界は明らかに英語よ。だから間違いなく20年後30年後にはインドが中国を抜くということになる。だから最近の要するに新聞見て不思議に思わない？かつては太平洋、環太平洋って言ったのが、今要するにあれ、これは太平洋、インドでインドが入るじゃん。インド抜きにはもう動かなくなってるんだよ。それだけ要するに世界は変わってきてるということよ。言いたいことは、アメちゃんの世界ではない。次には要するにあれ、中国が要するに一度台頭し、その後落ちた後にインドが台頭してくる。で、そういう中で要するにあれ、コロナが来、えらい大きな変動が一挙に来ようとしてる。それが要するに今の状態。だから何が起こってもおかしくない状態なんで、終わらないから、もう次、5 4ページで。で、コロナ禍とコロナ後の世界。で、結局ね、今何をやれというのは僕はあれ、言えない。だって何が起こるか分かんない。ただ言えることは、資本主義の経済というのは怖いよ。一度滞ったものはそう簡単に回復しないし、あの非常事態宣言をやったことによってえらい状態が起きてる。それは資本主義の運営をする側もよく知ってる。でも我々が生きてる世界はそんなやつに高邁な世界ではないから、
私たちが社会主義者だとか左派だとか言われるのは、そうよ、人間のネットの中で生きていきましょうだもんね。その中であるのは社会と言われるのは家族社会があり、地域の社会があり、あるいは労働の社会があるね。日本の労働組合の悪かったこと、職場に労働運動をと言いながら地域に根を張らなかった、あるいはね、皮肉で言われたけど、職場にいれば社会党、帰る途中は民社党、家に帰れば自民党ね、男中心の社会って大体そういうもんよ。でとにかく職場だけで頑張ればいいという、そういうものではない。だってもう労働者になれない労働者いるんだもん。僕は大学に関係してるから心配してる。来年出てくる学生は就職するところあるんだろうかね。だって最後のところ大学にも行ってないの。今年の新入生、あれまだ要するに学校に行ったことないやついっぱいいるのよ。これから要するに何年かのうちに大学出て就職する人たちが就職はあるんだろうか。やっぱその人たちをどうやって要するに支えるか。僕らは一番基礎には家族を置き、そして要するに地域で生活している以上は地域に根を張り、あるいは労働で共に要するに職場があるんであればそこで共に戦い、ただその職場がさっき言ったようにリモートワークとかそういうもので崩されてしまおうとしている。そこの問題意識は持ってもらわざるを得ない。だからとにかく人の中で生き残るという戦略をどうやって作るかよ。大変であればお互い助け合いましょう。持ってるもので要するに持っていきましょうという、そういうことにする。でそして実は経団連で、このあたりは最近の経団連の出版物を見るといつもソサエティ 5.0 だもんね。ソサエティ 5.0 というのはそこに書いたように、人間社会は狩猟、農耕、工業、情報社会、これに次ぐ、これは、まあ、DX って言ったらデラックスかと思ったら デラックスではなくてデジタルトランスフォーメーションらしいですけど、でこれで、要するに創造社会ができるんだそうです。いや僕不思議だったのよ。情報社会そのもんではない、ソサエティ 5.0 というのは何言ってんのこいつらと思ったのよ。最近よく分かった。あのね、工業社会までは資本主義社会になったということだから、要するにみんなが集まって集団的労使関係ができました。でこれが高度に情報が発達してくると、これまではテレビやラジオやあるいは新聞でコントロールできました。ところが情報社会にとどまらない、ソサエティ 5.0 というのは何をあいつら考えてるかっていうと、まずいぜ、 SNS というやつは、これは要するにマスコミでなくても情報発信できるぜ、人民が横につながる可能性が出てきたぜ。要するに地域を超えて基本的に逆らうやつが横に、要するにこれはつながればこいつらが反乱を起こす可能性がある。これをどうやって抑え込むかよ、ソサエティ 5.0 よ。単なる情報社会ではない、我々が新しい、要するにこれは統治技術を要するにやらなきゃ、きっと腹の中では思ってるよ、中国を見よ、基本的には情報を管理して管理できる社会につき、これは作り変えてしまい、便利だということを要するに売り込みながらやってしまいという、これが要するに連中がソサエティ 5.0 という理由よ。そうでなければ情報社会と要するにこれは区別する必要ないもん。 で少なくともまあ資本主義の形が変わってきてることは間違いないわけで、少なくとも我々が職場に労働運動をというふうに言ってきた社会は、
彼らの認識で言えば工業社会だけども、それが崩されてきた。要するに生産点における、要するにこれは資本と対決しなきゃいかんことはもちろんだけど、少なくとも労働者になれない労働者や、労働者になっても年金や社会保険をかけられない労働者いっぱい出てきてるんだもん。だってあれね、30、40代になっていくら働いても月17万とか18万しか要するにもらえなければ家庭持てないもんね。日本国憲法の仕組みはみんなで働けるようにしましょうね。で、そしてそのためにハローワークがあり、職業安定法あるわけだからね。で、そして職を得た人は事故に備えて社会保険を要するにかけておきましょうね。老後のために年金のための社会保険を、あるいは事故が起きた病気になった時の健康保険を。でもさっき言った17万しかもらえない人は、自分が年取った時の年金かけるそれどころじゃないもん。あるいは健康保険だってあれだもん、職場によってはもう社会保険いいですから、とにかく全部金くださいなんて言ってるのいくらでもあるもん。やっぱ僕らが今考えなきゃいかんのは、かつては労働者団結せよだったんだよ。だけど今や労働者になれない労働者がおり、あるいはこれから出てくる要するに学生さんはそういう人たちが多くなるかもしれない。それをどうするかという、それを考えなきゃいかん時に来てるのよ。僕らの生きた時代の職場に労働運動、戦闘的労働運動というこのスローガンだけではもうどうにもならない。まあ要するに中曽根さんにやられたい放題やられた。僕は国鉄闘争は基本的には敗北だったと思う。あの最後の和解金は一矢報いただけ、違法と言わせた、最低限の金を取っただけ、国労が潰され、あるいは郵政は民営化され、電電公社も民営化された。今どうやって集団的労使関係で資本家によって押し返され、勢力はどこにある。戦闘的に一生懸命やってるのは要するに地域の合同労組だけど、それは東部労組にしても要するにいろんな意味は一生懸命やってる。それに僕も関与するけど落ちも広いだもん。解決したら要するにそれで去っていくんだもん。これでは集団的労使関係、あるいは要するに階級闘争にならないもん。もう一度やっぱり考え直さなきゃいかんのよ。労働者になれない労働者もどうやって巻き込むか。だって労働者派遣法なんてひどいよ。あれは派遣することによっていつでも派遣契約を要するに切って、あれこれは雇用の調整弁にできる、社会保険もかけなくていいね。あれよあれよ、直球であるとまずいからカーブで全部抜けてしまえと言われ、あれだもん、脱法そのもんだもん。それを中曽根さんは要するに基本的にこの国に定着させたんだもん。わかるよ、自民党と国が1億もいくらも出して中曽根さんを要するにこれは追悼する、そして要するに大学教育機関についてまでご指導なさる。あれよ、今の国家の要するに礎よ。あれが日本資本主義中高の祖だからそういうことをやんのよ。あんなところに出ようとするやつらは俺らの要するに裏切り者よ。よっぽど要するにあれクソでも投げに行こうかと思ってる、まあ、最初にそれやると止まっちゃう、捕まっちゃうからね。まあでもそういうことよ。あの人はそれだけのことをやった、俺たちはそれだけのことをやられたということよ。今の状態は全て彼から走ってる。で、少なくともこれから起こること、これは要するにいろんなもので、まあ4ページは終わってもうあと時間ないから、
はしょらざるを得ないんだけど、まあ、少なくとも要するに、これは必要なお金は必要なだけ要するに給付すればいい。言っとくけど、今は要するにあれアメリカもヨーロッパもみんな財政発動してるから、日本も要するに国債要するに発行しても、為替が下がるということはない。しかも最後の要するにこれは、やり方は、あれ、臨転機すりゃいいのよ。だってあれ、お金は国民のためにあるのよ。大企業のためにあるんではないのよ。必要な時には必要なだけのお金を供給して、人が同じく生活できるようにすればいい。それで要するに出しすぎたんであれば、金持ちから取ればいい。それが世の中というもんよ。僕は思ってるけど、金持ちってのは成功したんだもん、みんなのおかげで。なおかつ、もう一度言うけどね、資本主義というのはみんながギアになって動いてるから、それを動かしたやつは大きな金を要するに儲けられる。俺らのおかげで儲けたんだもん、吐けよ、当たり前よ。だって孫正義や、あるいは柳川というあのあれよね、アパレル屋が俺の1000倍1万倍働いてるとは思わんもん。俺の1万倍優秀だとは思わんもん。運が良かったのよ、ギアをうまく動かせたからよ。だからみんなのために金をすり、そして成功したものから成功税取りましょうよ。でそれが僕らが要するに基本的に考えることよ。でそして要するにやってはいけないこと、これはとにかくショックドクトリンに巻き込まれないことよ。まあ5ページから6ページにいろいろ書いてあるんだけど、もうちょっと時間ないんでやってやれないんだけど、まあ少なくとも従来のただ労働組合が戦闘的に戦えばいいという教条だけでやるのはやめましょうよ。とにかく向こうも頭を絞ってる、僕らも頭を絞らなきゃいかんのよ。それが今日僕が言いたいこと。まあ5ページから6ページにかけてごちゃごちゃ書いたんだけど、まあそこまでやってる時間なくなったんで、まああの夜中に要するにつらつるといろいろ考えながらだったらこんなでかいあれレジュメになっちゃったんで、まあ若干困ったんだけど、まあ一応今日のお話はそういうことでした。まあとにかくあの今は小康状態です。あの小康状態だけど、僕らはトンネルの中にまだいるぞ。そのトンネルが闇になるか抜けられるのかは分からない。で菅さんは間違いなく要するに抑え込みにかかってる。あれが要するにその成り上がりだというのは庶民幻想を、まあ、ばらまいてるだけで、だってあれじゃんね、学術会議の問題に見られるように気に入らないやつ平気で潰すのって言ってるじゃんね。あるいはデジタル庁とこれの要するにそれを進めるのに2対1で2プラス1で進めるって言ってる。2プラス1って何を言ってるかっていうと、行革大臣とデジタル行革大臣に各大臣を連れてきて2人で1人をこれは抑え込む。だって2対1では必ず勝てるよ。お前の省庁も最低限これはやれよというのはあれ、強圧的にやろうとしてるということよ。なおかつそのブレインに竹中何度というやつがいるということよ。えらい大変なことが始まろうとしてる。だからそれだけはまあ考えてもらえばいいのかなというのは今日のお話でした。以上。90分にわたっての、お話でした。非常に熱のこもったお話で、最後の方残念ながらはしょられたんですけれども、本当に最後まで聞きたかったと思います。こちらから見ておりますと、初めの方はですね、皆さん少しうつらうつらされてた方いらっしゃったんですけれどもだんだん目がシャキッとしてきてですね、とんでもないことが起きつつあるということを今日加藤さん の講演を聞かれて、改めて実感したんじゃなかろうかと思います。今は本当に
国を挙げてカンフル剤を打ってるので、その状況が見えないだけで、これから本当に大変なことが起きてくるということをですね、我々は自覚をして、じゃあどういうふうな戦いを起こしていくのか、労働組合それから市民運動結びついてですね、やっぱりよくよく考えていかないといけないなと思う問題提起であったと思います。ご講演いただいた加藤弁護士に再度拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。それで質疑応答に入る前にですね、冒頭にお話し、プログラムでお話ししましたように、今日東京清掃労組の中里委員長がお見えです。で、今清掃の現場でどのようなコロナ禍の中で取り組みをされているのか、その、ご発言をですね、お願いしたいと思います。マイクをお願いします。スタッフの方、貴重なご講演ありがとうございました。ちょっと衝撃的なですねご講演だったなというふうに思います。今ご紹介いただきましたけども、東京清掃労働組合で中央執行委員長に就いております中里と申します。今清掃現場でどういった状況だということで、お伝えしたいということで、お時間をいただきました。緊急事態宣言がですね、発令された時が一番の我々としても、混乱した時期だったんですけども、先ほどから、加藤先生がありましたけれども、このコロナに関しては全然収束してないということで、取り組みの方はですね、継続しているという状況になっております。で、この間ですね、私たちも公共事業ではあるわけですけども、医療機関ですとか、それから保健所ですとか、そういったですね、公的機関の方でかなり危機的状況になっているということは、皆さんの方もですね、ご承知のことだというふうに思います。じゃあその原因が何かということなんですけども、やはりこの間のですね、合理化ということと、そういった社会のつながりの中で、どんどん人員が削減されて、経費削減のですね、元にそういったことが起こってたということであります。これが一気に今大きな問題になって社会をですね、混乱に陥っているんだというふうに思います。実は清掃現場もですね、この間そういった意味では人員がどんどん削減されて、合理化のですね、攻撃が続いてきたということで、同じような状況になっているわけですね。ただ、我々の清掃事業に関しては皆さんのですね、生活を根底から支えていかなきゃならない、こういった重要な仕事であるわけですね。じゃあ当時、緊急事態宣言が発令した時にどうしようかということで、労働組合の中でもいろいろ議論をしてきました。当然当局にもですね、さまざまな安全対策もそうですけども、今後の事業のあり方どうするんだということで交渉はしましたけども、先ほどから言っているように人員が削減されている中で、感染のですね、リスクを最大限抑えなきゃいけないということで、それぞれ人と人の接触をですね、極力減らそうと、じゃあどういうやり方があるんだということで議論をした中で、実は皆さんのところにもですね、私たちの組合員がそれぞれ地域の中でいろいろとサービスをさせていただいてますけども、例えば一つはこの間行っているようなですね、高齢者の方ですとか、それから障害を持った方のところにですね、直接ゴミの収集に伺ったりという、こういったですね、ことが正直言ってあまりできなくなりました。もう一つは指導業務ということで、直接皆さんのところにお尋ねしてですね、いろいろとアドバイスなんかしてるんですけども、とにかく人と人が接触することが一番我々としても避けなきゃいけないことになったわけですね。それと粗大ごみもですね、実際には場合によっては家庭の中まで、上がってですね、大きなものについては引き出すという、そういった作業でやってますけども、これもやはりできないということで、こういったことをですね、とりあえず一時中止しようと
ということでなりました。でそこに、携わっている人間を、とにかくあの一般の収集の方に回して人員を確保したというのが実態です。でもう一つは、実はあの家庭にいることがですね、皆さん多くなったということで、かなりゴミの量が増えました。まあ、中には年末年始と同じぐらいのゴミ量が、になったところもあるわけですけども、ただ、今言ったように人もですね、それからもう一つあの収集車も決まった計画で動いてるわけですから、一気に増えたときにやはりここ問題になって、当然今言ったように人についてはそういったやり方で確保しましたけども、車両を確保しなきゃいけないわけですね。でこれも一気に計画が変わったんですけども、なんとかそこもですね、理事長を手配して、まあ、この間、製造事業を止めないようにしてきたというのが実態であります。ただ実際にはですね、あの住民の方から、まあ、あのこれもあのいろんなところの報道で、伝えられると思いますけども、あのいろんなですね、感謝のお手紙ですとかメッセージとかそういったものがですね、いろんな集積所のところに貼られてたり、あるいは直接清掃事務所の方に届けられたりということで、まあ、これがやっぱり職員一同ですね、非常に励みになったというのも実態としてあります。まあ、そういった意味では、改めてですね、まあ、清掃事業に携わっているものについては、皆さんのですね、生活を支えているということで、まあ、自信と誇りを改めてですね、感じたことがあります。ただですね、当然先ほどありましたけども、まあ、テレワークですとか家庭の中でですね、仕事をするようなそういった動きが、まあ、世間一般的に広がっているわけですけども、我々の場合はそうはいかないんですよ。現場に行って直接処理をしなければならないというそういう仕事ですから、実際にはまあ、この間ですね、要するに現場で毎日収集作業をしているような方だって、これは一定程度やはりノウハウがなければできないわけですよね。でこういったですね、やっぱり貴重な人材と、それとですね、そういう方たちをやっぱり先ほど言ったように人員をどう確保していくかということが一番の問題だったというふうにいうことであります。で当時感染の初期の段階では、まあ、皆さんもそうでしたと思うんですけども、マスクとかそういうものがものすごく不足してて、我々としてもですね、どこにも売ってないんですよ。で業者さんに言ってももうそれの全然入ってこないということがありました。ただやはり皆さんがこうやってマスクですとか、まあ、要するにそのティッシュですとかそういったものがですね、袋の中に、まあ、ゴミとして出されるわけですけども、まあ、この間言われているように軽症ですとか、あるいはその症状が出てこないようなですね、無症の方だけどもウイルスが感染しているという方が非常に多く、このコロナウイルスの特徴だということになっているわけですけども、そういうゴミの中にもいろいろそういったですね、感染するかもしれないようなゴミがいっぱい入っているわけですね。で、まあ、これも環境省の方の何やにもありましたけども、いっぱいで全てですね、出されるとそれがプレッシャーで押して、収集しているわけですから、その場で破裂するわけですね。破裂すれば当然積んでいる人たちにですね、ウイルスが飛ぶわけですよ。だからこういったことをですね、やはり非常に恐れながらこの間、作業に当たっているというのが実態です。でうちの組合からですね、よく言われるのは、自分たちが感染しないように予防するのはそれは当然のことなんだけども、そういう家に帰ればですね、小さなお子さんがいたり、あるいはお年寄りを抱えてですね、場合によっては介護をしている方たちがいっぱいいるわけですね。だから怖くて家に帰らないということがですね、やっぱり組合の中からいくつかそういった声が上がったというのが実態です。今もうだいぶそういうことも言わなくなりましたけども、現状とすれば当時と変わってないというのが実態だというふうに思います。まあ、当然そういった意味ではですね、この前の手洗いですとか、うがいですとか、消毒ですとか、換気ですとか、そういうのはもう当然のことでですね、今の事務所の中でも行われているということだと思います。で皆さんも報道の中で、聞いたかと思うんですけども、実は私たちもですね、全国に清掃の仲間がいるんですけども、神戸の方で、向こうは事務所というか事業所という呼び名で言ってますけども、クラスターが発生してですね、一つの事業所が閉鎖になっちゃったんですよ。でそこも我々の仲間なんでいろいろ情報は得ましたけども、ただ
幸いのことにですね、神戸の方では、横のつながりで応援体制をですね、何とか確保できたんですね。で、他の要するに事業所から応援を呼んで、何とか、その事業を止めずに済んだという、まあ、そういう報告を受けています。ただ、23区の場合は、実は東京都から製造事業が移管した後には、23区それぞれの施策の中で今、製造事業が動いているわけですよね。で、やはりですね、この間の合理化等によって、実は、区によってはですね、製造事務所が区の中に一箇所じゃないところも今いくつかあるわけですよね。で、仮にこういうところが閉鎖に追い込まれたら、もう横のつながりは普段ありませんから、他の区から応援するっていうのはこれ不可能なんですよ。皆さん、先ほども言ったように、ゴミを積んで、まあ、いるだけというふうに、まあ、思っている方もいらっしゃるんでしょうけども、今、東京の中は特にそうなんですけども、細かいやっぱりそういった表彰領事とかあったりとかして、あるいはですね、どん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 地域のコミュニティが崩れていってですね、今集積所というよりも個別収集的なところがかなり増えているわけですよね。そうすると他の区の作業員が、他のところにですね直接行って同じ作業ができるかってこれ不可能です。細かくなればなるほどどこに集積所があってどういうところにゴミが出ているのか普段やってなければわからないわけですよ。でこういったことをですね、実は普段から23区がそれぞれに取り組んで、場合によっては期間を決めてですね、それぞれがこう交流しながら清掃事業を、行っていかなきゃならないというのが我々の今の考えです。当然当局の方にもそれを言ってますけども、なかなかそれが今確立されてないというのが実態です。それと今、毎年のようにですね、大きな自然災害が発生してますよね。まあ、今回も九州の方を中心にして大雨だとか台風が来て、まあ、全国どこでも今被害を拡大しているわけですけども、こういった場合にもですね、やっぱり横のつながりをきちっと持って、まあ、災害復興支援ですとかそういうことをやっていかなきゃいけない本当は。ただし先ほども言ったように23区の場合はなかなかそれができないというのが実態です。これについては労働組合としてですね、当局の方にそうあるべきだろうということでしょっちゅう訴えてるんですけども、なかなか今進んでないというのが実態ということになります。で、先ほど加藤先生の方からも労働組合自体がですね、昔とは今違うんだということで、おっしゃってましたけど、実は私たち東京清掃労働組合も、この間機関会議もですねあまりできない時期が随分続きました。で実は多分東京清掃が始まって以来だと思うんですけども、定期大会もですね、直接開催できなくて、文書による大会という形になりました。ただ、それが終わった後にですね、役員同士で話をして、このままではやっぱりいけないだろうと、先ほどもおっしゃったように労働組合である以上は直接みんなが集まってですね、そこで議論を交わしながら次の方針を決めていかなきゃならないわけですよ。ですから、最大限のですね、やっぱり感染防止対策を取って、とにかく機関会議始めようよということで、9月の半ばぐらいから、再開をしているというのが、今で実態であります。それともう一つは、私たち上部にですね、全国組織を持ってますので、上部組織団体に持ってますので、実は国とのパイプもあるわけですよね。で当時そういったマスクとか、そういったものが揃わないときに環境省との意見交換も行いました。で環境省もですね、直接意見を交わすと、やはり皆さんの言ってることはよくわかると、で国としても最大限努力するということは、その場で約束はしてくれたんですけども、なかなかやっぱり思ったようにいかなかったっていうのが実態というのがありました。今はもうだいぶそういった保護具も揃っておりますけども、当時はそういったこともあったということであります。いずれにしてもですね、私最近組合によく言うんですけども、確かにコロナウイルス恐ろしいですよね。毎日毎日作業の中でいつ感染するかわからないんですけども、ただいたずらに怖がってるばかりではですね、やっぱり我々の使命を果たすことができないだろうということで、とにかくやれることは全てやってですね、なんとかこの事業を守っていこうということで、全体の意思統一を図っているということであります。さらにご説明になりましたけれども、私の方からの報告は以上となります。ありがとうございました。
中里委員長どうもありがとうございました。ご発言の中で地域住民とのなんていうか、感謝の手紙や張り紙が家の前に貼ってあったとか、手紙を受けたとか、そういうなんていうんでしょうかね、労働者同士のつながりっていうのが本当にこの新自由主義がはびこって以降絶えてなくなっているような状態だと思います。で、今日は国鉄の労働組合の皆さんや、それから水道の皆さんや、教育に関わる皆さんや、いわゆるなくてはならない、この社会においてなくてはならない、労働組合の皆さん参加されています。そういう方々とですね、我々自身がやっぱりつながっていくような、一声かけ合っていくような、そういう社会を築いていくということが大事なんじゃないかなっていうふうに今のご発言を聞いて思いました。それで9時をめどに終わろうと考えているんですけれども、あと20分、あります。先ほどの、加藤さんのご報告に関係してですね、質問などがありましたら挙手を、お願いいたします。はい、じゃあお名前と、まあ、所属があれば所属もお話ししていただいて、じゃあ加藤です、こちらでまたお願いできますでしょうか。はい、じゃあお願いします。横田と申します。元東京23区の保健所労働者です。2点簡単に質問いたします。まず一つは2ページの財政支出と財政難を実とする社会保障体制の完全破壊っていうことなんですけど、これは本当に日々感じるところです。例えば今新聞でもいろいろ報道もされていますけれど、保健所が約半分に減らされた合理化っていうことなんですが、私はその当時現役で労働組合運動をやっておりました。しかし地方のことがあまりよくわからないんですけれども、東京23区職労の中では反合理化という視点は極めて強くあったと思いますけれども、合わせて住民を、私たちの、保健所の労働の質っていうのはやはり社会的に有用な有益な労働が多いんですね。でそれを労働者だけではなくて、その労働の対象となる地域の住民、大体底辺のあれが多いんですね。生活の患者とか精神障害者とか寝たきり老人ですとか、地方老人だとか、そういう人たちを対象としている労働なのに、反合理化ということだけでは、当時は私もその真っただ中で戦っておりましたけれど、横田さんすいません、はい、すいません、質問を、ね、手短でちょっと時間がもうなくて、ね、はい、他の方にも質問していただきたいので、はい、すみません、はい、お願いします。そういう視点が足りなかったと思うんです。それで5ページの6、労働組合が存在しないところでの生活互助闘争の組織の中で、アイウェオの絵に市民運動的抗議行動っていうふうに書かれていますけれど、これについてどういう内容なのか、イメージがちょっと湧きにくいのでお願いしたいと思います。あともう一点は、コロナをめぐって世界中で専門家を中心にすごい論争があります。私はコロナ風邪みたいだ、世界中は騙されている、こういう考え方には全く組みできないんですけれど、
加藤さんはその点についてどのようにお考えか。以上です。すいません、長くなりました。はい、じゃあよろしくお願いします。あれなんですよ、僕らの常識はやっぱりあれなんですよ、資本主義的に要するにえらい害されてるんですよ。えらい功利主義で無駄があってはいかんとかね、そんなものに害されすぎてんのよ。だって結局保健所だってあれね、いざの時のためのものだから遊びがなきゃいかんのよ。遊びがあって社会は動くというさ、最近要するにその生物学とかなんとかで福岡新一とかそんなやつも書いてるけどね、アリの世界でも言っとくけど、働きアリがみんな働いてるわけではないのよ。2割のアリは要するに働かない。で、その代わり働いてるやつが要するに基本的に死んだりとか、要するにあれ動けなくなったらその2割が動く。あるいは日本の社会でもそうよ。江戸時代にはあれ北町奉行所と南町奉行所ってのあるよね。あれ言っとくけど、あれ南と北で要するに管轄分けてたわけじゃないからね、月番だからね。あれは何考えてるかっていうと、あれ常に遊びを持ってないと要するに人間社会は動かないわよというさ。だから要するにこの国は間違いなく要するに明治ぐらいまではちゃんと遊びを持って要するに動かしましょうねなんて。ところがいつの間にか要するに無駄があっちゃいかん、無駄取りはいいんだ、トヨタのなんとかイズムだというさ、こんなものに要するにあれ害されてるのよ。だからあれ僕らは要求しなければいかんのは遊びを作ろうぜなのよ。遊びを作って要するにちゃんとあれ大変になっても動けるようにやりましょうね、それが公の責任よというそういうことなのよ。だからさっき言ったショックドクトリンを向こうがやろうとしてるんであれば、僕らはこの機会にあれ逆ショックドクトリンであれ社会を変えようよという運動をやらなきゃいかんだろうと僕は思ってるのよ。だからエッセンシャルワーカーという人たちにちゃんと手当て出せよ。いや実はね、僕あれ7月の7日から20日過ぎぐらいまでちょっと不整脈があったから病院で手術したのよ。で入院してたんだけど、で本当はあれなのよ、5月の連休中に入ってどっか行ってましたってあれでみんなに言わずにやろうかと思ったら7月の真っ最中にそう入院しちゃったもんだからみんなにバレちゃったんだけど、あれよ、病院ってよく分かった。病院は今大変よ。なんで大変かって、僕は入院させてもらえなかったのも病室があれなのよ、コロナがあるからって6人部屋に2人とか3人しか入院させられないのよ。だけども要するにこれはあれ看護婦さんはちゃんと出てきてるのよね。えでそれでなおかつコロナがあるからって、だからコロナがあって要するにえらい爆発的な感染がなくなったから大丈夫だということにはならないのよ。一番大変な要するに状態にある看護婦さんやその人たちが冬のボーナスもないって、ああそうですかって振ってるのが今のあれ政権じゃない。単なる拍手するのはやめましょうや、頑張って大変ですね。ちゃんと医者には入れないんだから、要するにちゃんとした要するに補助金出します、あるいは要するにこれは病室が6人部屋が3人しか入れないんであればそれに対応したものを出します、あるいはさっきの清掃の話だってそうですよ。大変な思いをして要するにやってもらう以上はそれだけの要するにこれはものをやりましょう。言いたいことはエッセンシャルワーカー、要するにそのリモートワークができない一番大変な人たちは報われてないというのはこの間はっきりしてるわけだから、じゃあ向こうが要するにこれはあれショックドクトリンでやってこようとするんであれば、僕らは逆ショックドクトリンをあれ考えなきゃいかんのですよ。どれだけ大変な時に誰が働いたのか、誰がこの社会を動かしてるのかというさ、それを思い知ったじゃないという、これをどうやって押し出すかというそういう話ですよ。遊びのない社会は良くない、そういうことをやってるやつはお前は異端だおかしいって言うけど、そうよ、
俺らは資本主義の中の不良よ。効率とかなんとかそんなことに対してそうですねとは同意しない。遊びがあってみんなが要するに大変な時にみんなが共存できるというそういうことを考えましょうね。だからさっきの関連した要するにその市民運動的抗議行動というのはまさにそういうことよ、ね、大変なんだからここに要するにこういう人材よこせ、ね、今の政権の下でも地域おこし協力隊とかそんな人たちを若い形で取ってるじゃない。で今の学生さんとかなんとかが要するに就職できないんであればそういう人たちを俺たちのところに入れろ、公費でちゃんと社会が持つようにしろ、要するにあれそういうとにかく遊びをどこに作ってちゃんとみんなが共存できるようにするか。だから僕はまあ最後までいかなかったけど最後に言いたかったのはあれよ、とにかく今回のコロナで誰が働いて要するに社会を支えたかを見える化したんだからこれを利用してちゃんと遊びのある社会にしよう。保健所が役に立たない保健所があるのは当たり前よ、ね、そんなこと言うんであれば軍隊何を何にも働いてないやん、あれを養ってるやん。でそいつらに対してこの大変な時あいつらは何かやった？何にも要するに役に立たないのはあいつらの軍事費だけ要するに増えてるやん。あいつらをちゃんと要するに介護に回せとかあいつらをちゃんと要するにあれ地域に役に立つようにしろというさ、役に立たないこの大変な時に役に立たない軍事費なんか要するにあれ削ってしめ、あるいは普段あいつらこそが無駄金をいっぱい食ってるじゃない、そういうものを要するにあれ入れなきゃいかんというんであれば戦争の前にまず要するにこういうあれ社会が大変な時に入れましょうというそういうことよ。だから僕が言ってるのはそういうことで、とにかくあれ要するに目には目を歯には歯をじゃないけどショックドクトリンには逆ショックドクトリンを、とにかくエッセンシャルワーカーにちゃんと要するにこれはあれ報いが来るような要するに社会にしろ。でそしてそのためには役に立たないからとかこの人は儲けないからとかそういうもんじゃない、ちゃんとあれみんなが共存できる社会をどうやって作るかというその観点からもう一度あれ見直しましょうというそれだけの話なんです。だから要するに僕はコロナの教訓は基本的には誰が社会を要するに支えてるかははっきりさせました。その中で今一番苦しんでる人たちが一番要するにあれ頑張ったんじゃない、社会を見直しましょうよこの機会にというさ、そしてそのためには公費は惜しんではいけないというさ、それは要するにきちんと確認しなければいかんことだろうと思ってるんです。だから財政がありません、財政はいいよ臨転機回そうよ、それだけの話よ。言っとくけど赤字って言うけど赤字国債いかんと言い片方では建設国債いいって言うのよね。でもあれよ建設国債ってのは橋とか要するに道路は役に立つからだからそれを建築するのはいいって言ってきたんだけど、いい？その道路や要するにトンネルは今やもうボロボロよ。今要するに赤字国債でない財政で要するにやってる要するに学生に要するに給付するそういうものは全部赤字国債でやってるって言うのよ。いいじゃない学生さん育てるのに国家が金を要するにつぎ込むのは建設国債じゃない。明日の私たちの要するに国を作るための建設国債じゃない。考え方変えて、ちゃんと要するに赤字は赤字、そうでないものはそうでないものと分けようよ。言いたいことは、あの統計は向こう側が作った要するに統計よ。考え方変えて、あれよ。赤字はこれだけですというさ、だって1000兆の安いあれ借金あるって言うけど国家の安い財産は積極財産600兆で要するに日銀が持ってる要するにあれ国債450兆だからね。で言っとくけど利息がえらい低い要するにあれ国債というのは紙幣と変わんないんだよ、金といいのよ。いざとなれば定理金利ゼロの要するにこれは国債は全部
紙幣に変えてしまえばいいのよ。はい。だって言っとくけど、あの紙幣というのは国家の要するに借金証文よ。はい。利息のつかない借金証文。福沢諭吉にドロンと変えてしまえばいいのよ。法律を使えばできるのよ。だからあれ、もう財政が要するに赤字だっていうのは国鉄の時も使われたけど、全部向こうの要するに赤字だ赤字だというそんな宣伝に乗ってはいかん。だから要するにそうか大変なんだよ、家計とは違う最後の要するに手段銀天気国家の要するに財政は違うのよ。かつてはそれが金や銀とつながってたから要するにその MIT 理論なんか取れなかった。でも今は違うのよ。そういう要するに希少金属とつながってないのよ。政策的にコントロールできる。配慮しなければいけないのは対外国との関係だけ。借金というだけであれば基本的には円建ての国債であれば破綻はしない。あとは要するにそれが要するに国債の為替相場との関係でアンバランスにならないようにし、あるいは先ほど言った赤字国債か建設国債かというその区分を変えてしまえば考え方は全然違ってくる。要するに見える社会を変えなきゃいかんのよ。これだけの話。ありがとうございました。もっとたくさんですね、質問したい方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、申し訳ありません。ここの会場は9時半までなんですけれども、後片付けなどもして撤収しなければなりませんので、横田さんの質問一つで終わらせていただきます。申し訳ありません。加藤先生、本当にどうもありがとうございます。それではですね、最後に会見の96条改悪反対連絡会議はいつも団結頑張ろうで終わっております。起立していただいて距離を十分取ってですね、団結頑張ろうをやりたいと思います。国道高崎地方の倉林書記長に団結頑張ろうをやっていただきます。どうぞよろしくお願いします。どうもご苦労様でした。紹介いただきました高崎町の倉林です。いつも加藤先生の話を聞いて、今日も実は土曜日にですね、うちの高崎町の定期大会なんですが、運動方針も出来上がりましたんで、今日はまた元気をもらいに東京まで来ましたので、よろしくお願いします。それでは団結よい。コロナ禍における菅幻想政権を打倒し、共存共生できる社会を作るため、総団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ご苦労様でした。どうもありがとうございました。今日の、集会の参加者は80名でした。皆さんどうもありがとうございます。それから後片付けを手伝える方、お時間のある方はご協力をお願いいたします。今日は皆さんどうもありがとうございました。